これくくってた方がいいかな、どう思う？くくってた方がいい？よし、これでどうや。こんばんは、超ゲリラだ。ここ暗くない？ここ今2階なんだけど暗いね。前髪がさ、ノーセットやからさ、めっちゃ目にかかる。これがちょっと、もうちょっといい感じになってくれへんかならへんな。ノーセット、こんばんは、超ゲリラ配信。ちょっとお風呂上がったので今日はもうね、そういえば最近ショールームやってへんなと思って、ちょうどみんな今憂鬱な時間帯やろうから励ますために始めました。明日も頑張ろうねっていう気合い入れに来てました。超あれだよね、なんかすっぴんって感じの顔してる今。なんかさ、今日あれだよね、なんか雰囲気がゆったりしてるね。なんかこれ空気洗浄機が横でさ鳴ってるんやけど、なんか空気洗浄機の音を聞きながらぼーっと、なんかさっきまでね、あのお風呂入る前ね、洗濯機を見てたら落ち着いたんですよ。ですので洗濯、みんなにとってで、福留にとっての洗濯機みたいな感じになったらいいなって思って、なんか洗濯機が回ってるのを見てね、おー洗濯機やって思ったから、みんなの洗濯機になったよ、なりに来た。なんか洗濯機がな、さっき回しとったね、今日なんか頼んでたものがやっと届いて、そこの中にブランケット、大きなブランケットがあったんだけど、なんかブランケットをやっぱ届いたもの、しかも海外から買ったものやから、一応洗濯しようと思って、2時間前くらいかな、それぐらいに洗濯機に入れてぼーっと見てたんですよ、それが回ってるねところを。そしたら心地が良くて、だからみんなにとっての、まあ、だから福留の洗濯機を見て心地よかったから、みんなが福留のこと見て心地よくなればいいなと思って、だから福留にとっての洗濯機になれればいいかなって思って、ちょみんなが見る側、見る側、福留が洗濯機を見て癒されたように、みんなが福留のことを見て癒されたらいいなっていう感じ。全然伝わってない、悲しい。顔丸、触覚がないとさ、顔って感じような。そっか、お話し会もうあと2週間くらいちゃん、2週間くらいちゃん、楽しみやな。あ、2週間、お、ん、あとん2週間、ちょうど2週間、13日あとかな。やった、え、13日、もうちょっとあるか、14、やっちゃう、13やな、楽しみ。え、ほんまに楽しみ、どうしよう、緊張するな、なんか久しぶりやん、お話し会っていつぶりやろ、4月末ぶりということは6、まあ約だけど半年ぶり半年ぶりだって。みんなどうする、緊張するよな、遠距離やな、うちらな今な、遠距離のカップルが久しぶりに電話するみたいな感覚、ドキ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 、楽しみやな緊張する、なんか
ほんまに緊張する、どうしよう、グダグダになったら頑張ろう。だからみんなの顔が見れるのが楽しみです。私はみんなのね優しいお顔を見せてくだされれば。ちょっと前髪ほんまにやばいな、もうちょっとセットすればよかった。無防備な感じじゃない、なんか無防備な感じいいかなと思って。なんかさ、なんか変な感じ、なんかさ気に食わん、ここだけ濃くて。楽しみやな。明日は月曜日やけどな明日は月曜日やけど、今日の髪型、いやお団子じゃないです、もう結ぶだけです、結んだだけ。ええ感じ、色気ある、色気色気。18になるからね、もうそろそろね。みんな知ってる？くとめ、もうあと1ヶ月足らずで18歳になるんですよ。ですので私は色気がね欲しいんですよ。はい、色気が欲しい、色気を身につける。だってもう18ってやばくない？だってさ18だよ。で入った時はまあまあ1ヶ月の差やけど、一応15歳やって。入った時は初めて愛媛で初めましてって言った時は15歳ですだったんですよ。高校1年生15歳やから16の代ではあったんやけど、初めまして高校1年生15歳ですやったのがさ18だよ18ってね、早いね、早いよ。もうそろそろね、いろいろもう具体的な目標とか決めないとな。大人になりたくない切実なお願いです。大人になりたくないな、本当に大人になりたくない。一生子供でいたいですね。そう、もう18だよ。コロナのせいで浪費やったけど、かなり浪費なこの2年間か、高校生活ね、3年間、まだ3年経ってないけど、いやかなり浪費でしたよ。かなり浪費、修学旅行もなくなったしね。修学旅行の代わりにあった遠足も茨城かな時のレッスンで出れな、行けなかったんですよね浪費したわ浪費？浪費ってどういう意味やろ。そういえばちょっと OK グーグルしよう。浪費、ちゃう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 、浪費じゃなくて浪費。ああちょっと違うかもちょっと違うかも、ちょっと違うか、無駄遣いじゃないわ、それはちょっと違うかも、それはちょっと違う。そうお金だって別にそんな使ってないもん、そういうそういうのじゃなかった。ちょっと浪費って今まで使ってた、間違ってたな言葉遣い、そういう言葉が最近多いんですよね、間違えて使った言葉が。いや本当にアイドルとしての思い出がなければ私は高校生活本当に何にもなかったと思う。高校生としてね、アイドルとしてはすごいいろんなことをね、コロナがあるなりに経験させてもらったんですけど、まあコロナがなければねもっといろんなことを経験させてもらえたりとか、自分ももっとスキルアップできたりとか、まあ今よりはまともなね、今よりまともっていうか今よりはもっと何十倍何百倍もきっちりちゃんとアイドルになれてたかなとは思うけど、本当にアイドルとしての思い出はだってその茨城に行ったりとか神奈川でのコンサートがあったりとかいろいろあったけど、高校生としての思い出って全然なくて、いやアイドルでよかったまだね
だってさ、将来自分の高校の時ってどうやったろうって思い出したら、ああコロナで何もできひんかったなって思うより、ああアイドルしてたなってなるだろうから、いつかはね、いつかは。だからまだそう思うとよかったのかな、よかったのか分かんないけど、まあでもしょうがない、これはね、誰がどこで何を言おうとも変わらない事実ですから。もう今どんだけダダをこねようと戻らないですし切ないよ。日曜日の夜ってネガティブになるから嫌い。午後卒業頑張るよ、任せて、絶対卒業するから。涙袋なさすぎやろ、もっと欲しいね。なんかクマがすごいな。あ、クマちゃんありがとうございます、ありがとう。まあでも楽しかったよ、まあ楽しかった、こんな高校生活もありかな。今17です、あと1ヶ月経たないうちに18歳になります。18ですよ、やばいっすよね。18か、もう嫌だよ、私18になりたくないよ。永遠の15歳で降りたかったな。18歳になりたくないよ、やだよ。18はちょっとやばいよだってもう若いくないじゃん18って。いや若くないよ、もうだってさ18ってやばくない？だって高校生じゃなくなるんですよ。なんか高校って自分の中であっという間だったんですよ、中学の時に比べて。毎日が長かった中学校生活やけど、高校ってなると時間が一瞬で、なんかもう18、この間まで高校受験してたかなくらいの勢いやなのに、もう18ですよ。しかも私もうすぐ、あ、もうオーディションからもう2年経って、来月10月6日でね、お披露目からなんと2周年を迎えるんです。早すぎ、早いよ、何も成長できてない気がする自分が。いや大人になったらそうなんですよ。だから18じゃなくて、なるなら20歳になりたいんですよ。なんか18、19ってこう一番こう大人と子供の間でね、なんかね、こう社会の波に飲まれるじゃないか、中二病臭い、なんかなんか一番大人と子供の狭間だから、なんかいろいろつまずくこととか悩むこととか多そうやなっていう勝手な印象があって、だからね不安なんですよね。ちゃんとそのやっぱ18、19の間にこう人間として大人になれるかがやっぱ大事だと思うんですよ。いろんな精神面でもいろんな部分で、そこでやっぱり大人になられへんかったらね、精神面とかでやっぱ将来ね結構クロスする気がするんですよ。だからそういう部分で不安ですね。今までは学生だからってこうね、いろいろ甘えれてた部分があるんですけど、もうそうじゃないくなるとこうやっぱ甘えが効かなくなるのでね、これから全部自分でこう責任を取らなきゃいけない年になると思うと不安ですね。不安だよ。だからいろいろ自分の理想と現実のギャップに悩みそうな日々が訪れるんじゃないかなっていう不安がねありますよ。でも今まではそこにつまずいたとしても、こう学生だから、本業学生だからって逃げる場所があったけど、もうこれからはなくなると思うと、いやどんな風に自分が生きていくのか不安ですよね。なんかだから日曜日の夜ってさ、こういうこと考えちゃうのよ、わかる？みんなもうだって金曜日の夜なんてもうわっしょいくらいの気持ちやのに、日曜日の夜になるともうこうネガティブにこう、これからどうやって生きていこう、人間はまずどこで生まれたんだとか、そういうさ意味のわからんさ思考回路に走っちゃうから嫌いなんですよ。はい、大嫌い日曜日の夜
サザエさんシンドローム大嫌い日曜日本当にこれ嫌いだよ。もうよくない。サザエさん見てへんけどよくないよねこれ。でもこんな太めがネガティブやったらみんなにまでネガティブが映るからやめよう。もうネガティブなこと言うの忘れて、全部全部忘れて全部忘れよう。はい、うん、明るい気持ちで。握手会やっても大嫌い。いやだからこの時間に握手会はないからな。握手会終わってからが大嫌いね。日曜日になるかも。だって日曜日ってさ、って夕方くらいまではもうハッピーやん確かに今日癒し配信やった。いやそう、みんなのこと安ロケどうだった。安ロケはそうですね、楽しかったです。なすなかさん本当に面白くて喋りやすくて大好きです。けど足臭いなんて生まれて初めて言われましたよ。そう、それよりさ、見てくださった方には分かると思うんですけど、私なんかゆうなちゃんにね足臭いって言われたんですよ。けど私ゆうなちゃんを自分の部屋に入れた記憶がないんですよ。多分入れたことないのに、一体どこでそんな匂いをね嗅いだんだろうと思って。私本当に誰にも臭いって言われたことないんですよ、今まで生きてきて。でこの間結構前にその19年組のねみんなで足のレッスンシューズを匂いやってたんですよ。けど私の靴を臭いっていう人は誰一人いなかったんですよ。結構履いてるレッスンシューズですよ、それも。で靴下も脱いで匂ってって言ったのに、誰一人臭いって言わへんかったのに誰一人臭いって言わなかったんですよ。はい、なのに本当に根も葉もないことを言われて、はい、部屋入れたことないのに一体どこで誰かと勘違いされてるんかな。ね、根も葉もないよ。誰の靴がやばかったですか。いや、みんないい匂いやったよ、うん、新面の中でやろう。みんないい匂いでしたよ。だからそんなくっさーってなる人はおらんかった。いや本当に足だけは臭いってほんまに誰にも言われたことないです。仲いいお友達にもそうやし、家族にも言われたことない。ほんまに誰にも言われたことないのに、いやびっくりしましたね。生まれて初めて言われた。いやおかしいな。しかも一体どこで匂ったんやろと思って。匂わせたことないのに、部屋に入れたことも結構おこです、結構怒ってます。いやいい匂いって言われる、洗剤の匂いがするって言われるんですよ。洗剤、足も靴下も靴は新しいものの匂いがするってよく言われますね。足の裏はだいたい洗剤って言われます。あれ嘘です、完全に。結構怒ってるって伝えといてください。かなり怒ってますだいぶ、ね、もうびっくりしたよ。生まれて初めてそんなこと言われて、いや本当にあれはびっくりしたね。いやレッスンの後ですよ、しかもその新面で匂いあったのも、匂いあったのもレッスンの後やし、誰も臭くないし、なんなら臭いなんて一言も言われなかったし。いやほんまに臭いならいいんですけど、臭いって思ったことないからさ、言われたことも。怒ってるって言っといてください。いやそうだね、明日ゆかりの卒業公演ですよ。太めも出たかったな。悲しいな、悲しいよ。直接ゆうなちゃんと
ゆなちゃんとは直接最近話してないな。結構前話したって言っても、ナナシちゃん昔で臭いけどダメだよ、なんか臭くないよ。赤ちゃんの匂いはね、首筋が赤ちゃんの匂いはするわ、よく言われます。この辺が赤ちゃんの匂い、顔とか赤ちゃんの匂いってよく言われますね、友達とかに。赤ちゃんの匂いってどんな匂いなの、それ臭いんかなと思って、赤ちゃんの匂いがどんな匂いか分かんないんですけど、なんか友達とかにこうギュってされた時とか、この辺とかこの辺とかに言われると、赤ちゃんの匂いがするって言われます。赤ちゃんなんかも実は、お、なんか飛んでた、うん、ハートありがとうございます。あ、ベビーパウダーの匂い、ベビーパウダーがどんな匂いか分からへん。ベビーパウダー塗ることないな。バブーバブー、うん、また高校生できる、いやでももう一回戻りたいかって言われたらもうやり直したくないかな。いや想像がつかないな、これからの自分が。最近はね、福留はね、足の筋トレにハマってまして、寝転びながらやるんですけど、あの大脚なんです、私足が。なので音楽を直そうと思って足の筋トレを寝転びながら一生やってますね、一生やってます。あのクッションを挟んでこう一生足をこう浮かすじゃない、どうなんて言ったらいいの、音楽のこの内ももじゃない、内ふくらはぎをあの鍛えてます。最近歩いて、そう歩いてんねんけど、え、今日444歩、これ今日家から出てないや444歩、この土日は、あ、昨日は出たけど、これもひどいですね、なんか落差がひどいんですよ。こんな日もあればこんな日もあって、頑張ってない頑張ってない、444歩頑張ってない、日によるんですよ。1万歩あるか日もあれば444歩の日もあるっていう、だから平均取って週で見るとあのその6000歩とか7000歩になるんです、平均がね。今週の平均は4800歩、4800です。もうこの週とか6800とかですよ、そういう、あ、すごい、平均が9000歩の時もある、日によって全然ちゃうっていう。今月、あれ、今月の平均ってどうやって見るんだろう。今月の平均は5347歩です。最高は、一番多い時いつやろな、この日、いや一番多い時はねこの辺なんですよ、このなんか3月とかめっちゃ歩いてる、なんか3月何やってたの自分、3月とかは、え、すごい、29800とか、歩きすぎやろ、2万6000とか、最高が多分3万250、最近やったら3月に3万歩歩いてます。何してんねやろ、うっ、この日めっちゃ多い、あ、でもそんなやった、1万9000やった、え、すごい、これこんな前まで見れんの、2016年5月っていつ、2016年っていつ、え、今、え、5年前、え、5年前の歩数まで見れるんだよ、5年前の、じゃあ5年前の、5年前か、え、いたたたたたた、5年前か、2016年9月、今日何日や、26か、9月26日やったら5年前の自分ってことやな。じゃあ5年前の自分が何歩歩いてるか見てみよう。9月26、ちょっと待ってちょっと待って
81歩。え、まだ小学生？うっそ、5年前って小学生？あ、小学校6年生？え、小学校6年生？え、中学1年生？5年前やろ？中1じゃない？中学1年生かも。81歩。多分家で、多分ね、平日やからさ、学校に携帯持っていかないじゃないですか、高校生と違って。だからきっとずっと家に置きっぱなんですよ。だからこんな少ないんや。81歩ってやばい。でもこんな日ザラにありますよ。だってもう歩数ない時あるもん。9月13、14とかゼロ、なんか記録ないし。やば、24歩とかめっちゃあんねんけど。え、やば、なんでこんな少ないんやろ。2016年の平均はだって2047歩。さ、2017年が3030歩で、2018年が2963歩で、2019年が4627で、2020年が3815で、2021年が6015。お、なんか増えてる、めっちゃ。この1年でだいたい2倍ぐらいになったんかな。そんななってないか。今年が一番多いですね。いや、すごいね。31歩じゃないわ、81歩ってすごい少なすぎる。いや、うん、残ってた。ヘルスケア意外と残ってる。なんか面白そう、 iPhone 他たどると結構いろいろ残ってたりすんのかな。これとかどういうこと。過去7日間のヘッドフォン音量の平均は OK でした。で、どういうヘルスケアなんやろうか。どういうこと、平均は OK でした。平均は OK だったらしいです。歩いてる時めっちゃ音楽聴きますよ。最近ね、結構音楽聴くようになったんですよ。でもなんと、もうこんな時間。福留の好きな音楽はどっかに、あ、メールにでもこの間書いたかな。でも最近また聴く曲が増えまして、最近特に聴いてる曲は、あの、君も悪い人でよかったっていう曲をよく聴いてるんですけど、これの最後に出てくる歌詞が、何だったっけな、あれ何だったっけ、ちょっと待って、ど忘れした。明日もまた生きていたい、君を好きでよかったって最後に出てくるんですけど、この歌詞が、その最後のあのこう盛り上げがすごくて、ピノキオピーさん、君も悪い人でよかったっていう歌が、あの最後のね、サビの盛り上げがすごい好きで、その最後の歌詞がすごい好きなんですよ。なんか病んでるみたいけど全然病んでないで。最近あの全然本当に病まないので、全然病んでない、一切病んでないんですけど、この曲を聴くのが好きですね。寝る前に聴くプレイリストは、アンリーチャブルラブソングより良いマイラの順番で聴いてます。寝る前はこの3曲を流して寝てます。 Unreachable Love Song。 Unreachable Love Song、 谷祐樹さんっていう方の歌なんですけど、この曲もすごい、あのメロディーがね、すごい心地よくて好きです。 Unreachable Love Song。これ本当です、 Unreachable Love Song です。聞いてみてください、本当にいい歌なので。その3曲を基本流しながら聞いてますね。あとはヨルシカさんの春泥棒とかを流しながら寝てます。最近プレイリストにいろんな曲をまた新しく入れたので、きっと夜のプレイリストがそろそろ変わるんじゃないかなと思うんですけど、いや、 Unreachable、 もう分からん。
アンリーアンリーチアンリーちょっと待って、アンリーチャブルでしょ、アンリーチャブル、あられちゃんじゃない、オッケー、グーグル、あ、違う違う違う、あられちゃんじゃないで、ちゃい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 、アンリーチ、アンリーチチャブル、アンリー、アンリーチャブル、ちょっと待って、おほら、アンリーチャブル、アンリーチャブル、アンリーチャブル、ラブソングです、アンリーチャブル、ラブソングです、聞いてみてください。あのいい曲なんでね、すごく、はい、ということで、あのランキングを呼びたいと思います。あれランキング、13位カプちゃん、あと友達さん、ありがとうございます。12位焼きとうもろこし、あとほっぴょうツンツンしたいミューディー&友達さん、ありがとうございます。11位ごめん先生さん、ありがとうございます。10位まこおちゃん、あと山田ななみは永遠の神足さん、ありがとうございます。9位ワンタンメンさん、ありがとうございます。8位マッサン、山田ななみ永遠の神足さん、ありがとうございます。7位うーほうほうほうさん、ありがとうございます。6位まことあと友達さん、ありがとうございます。5位のとあと友達かもしれない、それは友達さんですね、のとあと友達さん、ありがとうございます。4位トッピアと友達さん、ありがとうございます。3位カークアと友達さん、ありがとうございます。2位クヤトカアと友達さん、ありがとうございます。1位はキシキンアとシンベさん、ありがとうございます。ありがとうみんな。ありがとうございます。ということで、あの皆さん、福留がおすすめしたあのラブソング、ぜひ聴いてみてください。よろしくお願いします。このゲリラ配信はね、やっぱり楽しいですね。これからもゲリラに生きていきたいと思うので、あの皆さん、明日から月曜日ですが、共に乗り越えましょう。日曜日の夜はね、ネガティブに行きましょう。ネガティブじゃない、ポジティブに行きましょう。ちょっとネガティブだったんですけど、やっぱ日曜日の夜はいけないですね。今からね、部屋の片付けをして寝たいと思います。500回目くらいの、部屋の片付けをしてね、寝たいと思います。はい、これからも、はい、頑張ります。多分今週、来週ちゃうな、今週はまたどこかできっとね配信すると思うので、はい、ぜひね、その予告があるからちょっとゲリラかはちょっと分かんないんですけど、またぜひ遊びに来てくだされた嬉しいです。じゃあみんな、おやすみ。大好きだよ。バイバイ。